トルコの教育として、この項目ではトルコにおける教育を解説する。トルコをおける教育は、修学前教育から高等教育まで段階ごとに分かれて構成されている。トルコ共和国では男女とも全国民に対し、5歳半から開始される12年間の義務教育が行われている。この教育システムでは、義務教育を終えたすべての学生に対し、 中等教育修了証書が与えられる。トルコは4プラス4プラス4教育システムを採用しており、教育段階は以下となる。トルコにおける現代教育システムは、自由と個人の違いを尊重し、個々の宗教、言語、民族の違いを区別することなく平等な人間が存在する社会を尊び、トルコの科学、芸術、宗教、言語の発展を支え、 そして圧力や禁止と離れ自由な個人を育成することを目的としている。同時に、この教育システムにおける初等教育学校の児童、生徒は職業教育、または子どもたちの関心や才能を開花させる教育に重点を置いている。3歳から、子どもたちの初等教育前準備として与えられる教育のことを指す。修学前教育は義務ではないが、政府や 教育関連組織は就学前教育を推進している。66ヶ月に達した児童は小学校で学習する。保護者は児童の学校開始の際、様々な問題があるかどうかについて知るために、彼らが学校教育を受けるに適当であるかどうかについて書かれた報告書を医師から得られるようになっている。学校教育開始に適当であるとされた子どもたちは、 インターネット上で自動的に拡充所に最も近い小学校の1年生として登録される。最初の4年間、すなわち小学校では、それ以降の中等教育等と比較すると容易な事項が教えられる。まず3ヶ月間の準備プログラムが組み込まれる。この児童たちは2年生以降に英語、また4年生以降は宗教文化と道徳知識の授業を 必修科目として学習する。同時により多くの視覚的、聴覚的器具を用いた教育が行われる。中学校入学は、小学校入学と同様インターネット上から登録が行われる。後期すなわち中学校は、生徒たちがより自由な個人として市民社会と民主政治を理解する必要性があるとして、教育機関内で自由権と決定変更権を、 保持する機会を与えている。中学校の目的は、職業的な、または生徒たちの才能に応じた教育を保障することにある。このため、選択授業が行われることも保障されている。中学校における選択制授業に関しては、宗教と道徳、言葉と表現、外国語、科学と、数学、芸術、スポーツ、社会科学といった学問領域がある。 生徒は希望する学問領域から希望する授業を週に8時間選択する。中学校における必修授業以外の選択授業は生徒たち、または生徒の両親の希望と好みに基づいて受ける権利が与えられている。ロバートカレッジ高校入学は8年生すなわち中学校4年生の終わりに行われる。 基礎教育から中等教育への旧大制度によって明らかにされる。この試験は中学校で行われた授業の内容から作られている。2013年実施を最後に廃止された。トルコにおける高校の種類としてはに分けることができる。政府は現行の通常高校をアナドル高校化し、またその他の高校を職業高校にまとめる政策を進めている。 一から三年生の間は、欠席可能日数が10日間である一方、四年生では45日となっている。この理由は、最終学年にある生徒たちの大学入試準備のための追加期間として定められている。夜間高校は、大学における第二教育としてみなされる場合がある。オープンエデュケーションを実施する高校に属していたり、高校を卒業していない人々が、 中等教育終了証明を獲得するために開校された。アナドル高校や普通高校では生徒たちは理系科目、文系科目、教養科目、言語に重点を置き、高校2年生以降各々の領域を選んで授業を受け始める。このシステムは職業高校や商業高校においても同様である。生徒は2年目から自身の職業に関連する領域を選択する。 また10から12年生にはインターンシップとして仕事を行う義務がある。生徒たちはインターンシップを通じ、自身の職業と関連したワークライフを学び、給料へ、そしてインターンシップを行った職場から仕事に関する知識を得ている。イスタンブール大学現在の大学入試は2度の試験で構成されているすべての学生はユクスを受験し、ユクスは 各高校に共通した内容で行われる授業から問題が構成される。これらの中には、高校生は皆、どの学校、学部に所属していようとこれらの基本授業を取り、試験を受けている。職業高校、技術高校の学生は、ユークスの受験のみで良いとされる一方、アナドル高校や普通高校の学生はリースも受験する。リースは、それぞれの学部により試験が異なる。 基本的に高等教育は学部と高等学校として二つに分けられる。学部は一般的に4年間、高等学校は職業高校や商業高校の卒業生向けで2年間の教育が行われている。トルコでは大学から退学させられるということはない。大学で学ぶ学生は成績状況を鑑みた上で希望によっては転校が可能である。 また選んだ学部で最初の年に学んだクラス以降、2年目は自身の学部の授業を選びながら学習する。しかしこの制度は大学によって異なる。トルコでは大学に進学するために一時教育、二時教育、オープンエデュケーションなどをはじめとする3種の異なる教育部門が存在する。また、人々にとって支出とされる寄付金は一時教育とオープンエデュケーションでは、 取られていないな学生寮に入るすべての学生は、1ヶ月につき150トルコリラの寮費を支払わずに、住むという支援を受けることができる。また、大学教育を終えた者は、大学院入学試験を受験し、大学院で教育を受けることができる。これは、修士教育と呼ばれ、修士論文のあるものとないものに分けられる。修士論文が必要な大学院プログラムの目的は、学生が、 科学的研究を行いながらの情報収集能力、それらの情報の評価能力、そして意見する能力を獲得することである。修士論文を必要としない、大学院プログラムの目的は、学生たちに職業に関しての豊富な知識を獲得させ、現存の知識が、その知識を応用させた場合に、どのように利用されるのかを示すことである。博士課程は、 何らかの学部や高等学校を終えた後に、そこでの科学部門において、試験と科学的研究を用いて獲得される段階のことを指す。大学学生選抜、入学試験は、1974、75年には、同日中の朝と昼以降それぞれ2回に分けて、1976から80年にかけては、同日中朝昼分けずに行われた。 1981年以降は2段階に分けた試験が行われるようになった。2段階別試験システムにおける第1段階である大学学生選抜試験は4月に第2段階である学生入学試験は6月に行われる。1974年以降受験生の中から高等教育プログラムに関する希望が取られるようになり受験生の成績と希望に沿った 高等教育プログラムが作られた。1982年以降は中等教育が教育機関から受験生の成績表を集めるようになった。またこの成績は中等教育進捗係数の名のもと一定の割合で試験の成績に加えられた。1987年以降は大学プログラムに関する好み、関心が明らかな学生たちに対しては すべての科目の試験を受けずに、個々に必要な科目を受ければ良いという仕組みが取られるようになった。1999年には二段階試験の二次試験が廃止され、試験は SS のみとなった。この変更に伴い、いくつかの大学試験の成績等にも変更があった。また中等教育機関が SS の平均点によってランク付けされることに伴い作られた、 重点別中等教育進歩係数が測定されるようになり、中等教育を修了した生徒たちが同じ分野の高等教育機関に進んだ際に、オブップが高く、異なる分野の高等教育機関に進学した際に、オブップが低いといった問題が生じた。SS においては質問の種類やテーマの偏り、項目などに変更は見られなかった。2003年には、 SS とオブップからなる制度のうちをブップが占める割合に変更があった。2006年に行われた変更に伴い、問題の一部がそれまで SS で問われていたような形式になり、また一部の問題はすべて高校で扱われる内容で構成された。試験は一次試験のみの形式が続いた。イスタンブール大学は1933年に正式に教育を開始した。 歴史上、トルコにおいて一機関としての教育の他社会においても教育を行ってきた団体や組織があり、今日でもなおその姿を残している。社会教育は学校教育に並んで、トルコ共和国の文化とアイデンティティの一役を担っている。今日のトルコには、クルド人、ラズ人、チェチェン人、アルメニア人、ユダヤ人、ギリシア人、 そしてその他の文化圏で暮らす人々がいるため、社会教育にも非常に多くの多様な事例がある。1926年3月2日に承認された教育組織に関する法は教育業務を取り決めた。この取り決めに伴い、国民教育は管理下に置かれることになった。トルコでの教育システムは、世界視点で教育を見るにせよ、哲学的事実を理解するにせよ、 曖昧な印象よりもより一層ダイナミックで疑う力をつけるような方法を提示している。教育は継続を必要とする哲学である。具体例としてシステムが教育モデルを形成する際暗記型教育を教育システムから取り除くという手段をあらゆる教育哲学に応用する代わりにどの教育メソッドがどのような状況下で有益、無益であるのかを明確にし、 そしてその明確にされた状態で何を行って、教育の基本目的に正しく適用させることが、効果的な業務を行うことにつながるのかなどが問われる。大学学生選抜試験で、教育係数が発表されるということは、この方法によってもたらされるものである。一般的に個々の差を生み出すという印象を与えたとしても、この係数が正確に発表されることで、 システムと個々の成功の双方に貢献している。このアプローチ法の先頭を切った人物の一人がベルタランフィであった。彼のシステムが知られている一方で、個々人に関する内心の哲学的思考の行動形態を研究したことに関しては知られていない。教育に関する取り組み調査においては、個々人に関する基本的な三つの要素が存在すると考えられている。 ありがとうございます。